ございます。羽田空港に来ております。羽田空港へ行ってきます。はい、飛行機乗りました。今から出発します。飛行機の中は爆睡でした。人生初の佐賀。私もです。今回は佐賀県の佐賀市文化会館にお邪魔をして1時間ほどのちょっと短めのコンサートを行います。これが今回の演奏会の私の楽屋になります。こっちがですね、着替えるスペースで、こちらはケータリングですね、お水とお茶、お菓子と、まあ、紅茶とかコーヒーとティッシュ、ウェットティッシュで、まあ、公演がね、今日3時からなんでお弁当が出てます。だいたい私は、まあ、お弁当食べるときとかお茶で、リハ中、ゲネプロ中はお水、本番直前もずっとお水を取ってます。このお花はですね、アウトリーチを中学校でやったんですね。その時にね、お花どうぞって中学生が渡してくださって、で、ホールの方が楽屋に飾ってくださってます。だいたいホールの楽屋はこういう風にね、光がつけられるようになってて、まあ、お化粧とかね、ここでバッチリ決めてやります。今は11時50分ですね。まあ、昨日の夜7時ぐらいまでみっちりリハーサルやったので、今日は12時ぐらいから軽くめぐりさんと合わせをして、その後にまあちょっとドレスに着替えたりとかお化粧したりもしてから3時に演奏会本番という感じのスケジュールです。以上、楽屋からでした。ケネプロというのは、演奏会の本番間近に本番同様にこのように舞台上で行う最終リハーサルのことを言います。先ほど本番前の最後のゲネプロが終わって楽屋に戻ってきました。楽屋に戻ってきたら、ちょっと自分のね、最後に見直したいところをちょこっと練習して、で、お昼食べて着替えて、で、本番という感じです。今1時前なので20分ぐらい練習したいと思います。今回のコンサートは当初4月に予定されていたんですが、半年ぶりに開催されまして、私も久しぶりのリサイタルでとても楽しかったです。また後ほど。